人なのかな。そう、通知は来ないんだって。さっきね配信したから、1時間内に。バリーさんありがとう。マイモンさん、レインボースター、トモさん、なんか来た。ちょっと20分間ある貴重な枠だから、みんなとねまったり話そうと思って。みんなは朝ごはんなんか食べましたか？わかるわかる、家事やる気になるよね。ツイートしたよー、たっきゅん結婚して10連。なんやー朝からー、なんやー。バリーさんなり楽しん、マニョチーありがとうございます。星まだ残ってるって、ゆうやさん、あ、50カウントありがとう。8時48分には終わるから、あ、違う、7時48分に終わるから43分にアラーム。でもあと11分しかないの、悲しいね。パリーさん、ズーデスさん、そうそう、前枠ね来てない方はね、OK。 ズーデスさん、マリーさんありがとう。星花火10連タワーすごい。クマちゃんかわいい、ありがとう、すごいね。怖いよ貴族。何気になかったクマタワーね、この子はじめまして、嬉しい、ありがとうありがとう。朝だ、福ちゃんありがとう。まだ食べてないって、まだ食べてない、まだ食べ、やっぱみんなまだ食べてない、ほんと。あ、福ちゃん、バリーさん、何がいい？え、 BLT サンドが中小。え、ほら、え、何 BET 食べる？ベーコンエッグトーストかな。いや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 、ベーコンレタストマトよのサンドイッチ食べたい。サンドイッチ食べたいな。でも私今グルテンさフリーにしてる。あ、今日解禁してもいいね意志弱い。でも明日は絶対解禁だからな。ケンタッキーさん、福ちゃん、バリーさん、サンドイッチ作ったいいな。ソニッチ50巻ありがとう。バリーさん、りょうたくんありがとう。まるさんも21分、ほんまったりまったり。あ、卵かけご飯とイワシは健康的。え、イワシはどうやって調理したの？どんな味がするの？りょうたくん、バリーさん、ケンタッキーさん、え、麻婆茄子丼いいな。私も麻婆茄子美味しいよね。コビトズ、バリーさん、バリーさん、花ビッグマすごいね。お仕事なのね、頑張って。あ、バリーさん、トモさん、マイモンさん、ズーデスさん、え、開き開き、イワシって開けるんだ。イワシ、私イワシあんま食べたことないかも。美味しそう、食べたい。お魚いいね。私は昨日お肉買ってきたから、お肉、ハンバーグ、あと大根おろしも買ってきたから、あと大葉も買ってきたから、夜ご飯はパン祭りしていいの？え、ケーキ一緒に作りたい。ハンバーグどうなった？うまくできた。バリーさん、めっちゃ美味しかったよ。師匠枠パンクなるよ。はじめまして。ちょっと待って、私シルバニアファミリーの知らないっけ。バリーさんありがとう。え、コメダの小倉さんの食べたい。おろしハンバーグしたい。なんかすごいの来たかも。さっきお手紙もありがとう、嬉しい。恋文フォーユーさん、福ちゃん、マリーさん。
グラサンド、イワシの梅肉に梅肉に絶対美味しいね。バリーさんありがとう。おろしハンバーグ作りたい。りょうたくん、バリーさんありがとう。最終日いかがお過ごし。解禁一発目のグルテン美味しすぎるから気をつけて。キャーどうなるかな。明日は熱血テレビさんなんですけど、24時間テレビなんですの熱血テレビさんなんですけど、そうハンバーグのあれ残ってるからね、肉だね、肉いるいる。そう多分だけど美味しいのいっぱい来るんだよな多分だけどね。ふかちゃん、マリーさん、ご飯が甘くなったら危険。えでも私結構みんなみんなの目を盗んでアイスとか食べてたし、実はあれちょっとこれみんなにはまだ言ってないけどみんなには言ってなかったけど、ちょっと実はアイスとか食べてたんだ。でもかき氷も美味しかったしね。お、今日の炊いては思いっきりプリントアウトした、さすがです、さすがです。え、なんかこの画面いいね、スクショした。そうだよ、ファミリータイプのアイス買ってた。そう、アイスはぜひ食べてください、優しい。おろしの分量、え、マジ大根おろしはおろせるだけおろしたら美味しいよ。あ、そろそろ3週組は解除です、頑張れー。バリーさん、ホーさん、花火、アリさんも、金魚、リュウちゃんもありがとう。さすが炊いて管理、私もなんかタイムマネジメントさすがって褒められるの嬉しくて頑張れちゃう。マニョチ、バリーさん、福ちゃん、アムトンさん、レインボースター、ありがとう。でもさ、牛乳凍らしてるんだよ私のかき氷。こっそりアイス食べるタイプの子タイプ、え私はマニョチ、フルマロおバカさん、バリーさん、ありがとう、嬉しい。福ちゃんもレインボースター。なんかね、この結構さ、私的には達成感がすごい、もうなんかすでにあってね、もうみんなとこうやって歩んできたことに関してすごいね、もう私はなんか1位以上のもう何すごいワースフルな価値のあるものをねもう手に入れてるから、もう私はすごい嬉しいんですよ。だからさっきこのねイベントが終わったら何自分にご褒美しようって自分のこと考えててごめんって感じなんだけど、何自分にご褒美しようか考えてニヤニヤしてた面白いみんなに一番ご褒美あげたい、本当に一番はみんなにご褒美だけど、私も自分になんかご褒美変えるかなって思って、今まで何もなんかツアーとかなんかコンサート頑張ってもご褒美とかあんまり自分には買ってなかったんだけど、なんか自分にもなんか買ってみようかなって思ってニヤニヤしてさっきはこうやって調べてたえ、何がいいかな、みんなはさ、こういうご褒美系はさ何を買いますか。バリーさん、マニョチ、ありがとう、ね、え、そう、私実はこういうところ綿密なんですよね。マニョチ、そうですね、え、牛乳はね本当にふわふわで美味しいんだよ、また見せてほしい、見せる、早くメール送れるようになりたい。ツーレスさん、バリーさん、レンチンか自然解凍タイプアイス、そうなの、ゼリー凍らすよくする、こんにゃくゼリー凍らす。ハレレンさん、バリーさん、ツーレスさん、ギフト嬉しいです。表面的なイメージと裏腹に綿密なんだよね、綿密って読むこれ、定一、あ、プロフ見たら6時41から配信ってなってるけど大丈夫、あれ、あ、うん、もしかしたら1時間以内だから、ん、どのプロフだろう、1時間以内だったから多分そうなってるだけで、あ、緻密か、緻密よ、大丈夫だよね。6時41分に配信始めてまだ1時間経たずに配信始めちゃったからちょっとそういう風に見えてるだけで、大丈夫だと思います。
ツーデスさん、福ちゃん、そう、ご褒美、ツーデスさんご褒美は、え、最高の、でもみんなと、みんなにもあげたい。うわ、ヨギボーいいな、ハグしてくれれば。ツーデスさん、福ちゃん、ありがとう、花火。お洋服、確かにそう、お洋服見てた。あ、アップルウォッチですか。小型ペンギンさん、レインボースターありがとう。ツーデスさん、確かにこのソファーとおさらばして、ゲーミングチェアとなんかちょっと背の高いテーブルに変えるのもありかも。フォーユーさん、チキンヤロ7人のおバカ、フォーユーさん、チキンヤロ7人のおバカ。ツーデスさん、ありがとう。解除来たのかな今で。アリさん、ツーデスさん、フォーユーさん、アリさん、ツーデスさん、ありがとう。よかった、タイムテーブル当てた。緻密か。アリさん、フォーユーさん、ありがとう。フクちゃん、嬉しいです、ギフティン。バリーさんもありがとうございます。もしね、星集めとか、あ、星投げとか50カウントまだだよって方はぜひしてください。バリーさん、ツーデスさん、ありがとう。でもみんなにもなんかありがとうの会したいから、なんかできることないかなって考え中。なんだろう、でも私的には今持ってるものカラオケ配信しかないのよ。おっとっとさん、バリーさん、ありがとう。花火、福ちゃんもありがとう。すごい、2週と50カウント、さすがです。お、解除はされてるって。確かに4次元ソファーの裏がなくなっちゃう。それは、あ、9月に新しいアップルウォッチ出るから、タイミング的にご報告、ご報告、お城買おうって。コミタスさん、バリーさん、ありがとう。朝からついてる方は37分くらいで解除、あ、されてるみたいですね。お、解禁さしてしようって頑張ってくれてる方、本当にありがとうね。バリーさん、大西クッキーさん、でもね、みんな無理せずだよ、ありがとう。え、じゃあ次の枠は8時43分から49分、うわ、あと1時間後ですね。ご褒美って言ってくれるの、毎日配信。あ、指公園、あ、指公園いいね。あ、ちょっと指さした、それいいな。みんな結構私の指公園好きよね。でもあれ痛いんだよ。マリーさん、ありがとう。確かに離席多め配信、カラオケ配信、指公園、福ちゃん、バリーさん、ぷっぽさん、ありがとうございます。わたやんさん、ぷっぽさん、なめなめ所長、バリーさん、嬉しい。レインボースターもありがとうございます。お、3週完了、ゴリラさん、すごい、拍手。じゃ、指ダンス公演ありですね。254、おめ、ありがとう、うっぽさん。サーグラスです、君は。これやばい。あ、クッキングいいね。わたやんさん、こびたさん、うっぽさん、ありがとう。最終日楽しもう。じゃあ今からまずは壇上の方をね、お呼びいたします。次枠は8時43分から49分です。コスプレ配信が好きなの。39位から、あ、読めるね。10連星藤さん、バボスさん、最終日に復活したゴリラさん、野口さん、ミメイさん、リョウジーさん、星間ギフトも10連打さん、ソニチ、ミヤティさん、イチルさん、キーガクさん、エレメンツさん、フォーユー、ハラミズキー、フリマロおバカさん、ヨウくん、ボヤッキーさん、アリさん、ピーマン、レトリコチさん、ヤマトさん、チキンヤロ7人のおバカ、ナリタのシン、オットトさん、ホーさん、ハルルンさん、カミリア、ケイさん、アムトンさん、リョウタくん、マエモンさん、オリちゃん、タッキャン、マリュさん、あ、変わっちゃったけど多分変わってない、タッキャン、マリュさん、マニョチ、そして本日の秋元先生は福ちゃん先生でした。ありがとうございます。小型ペンギンさん、コビトスさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はツーデスさんでした。ツーデスさん、ありがとう。第2位はバリーさんでした。バリーさん、ありがとう、たくさん来てくれて。そして第1位はゆうやさんでした。ゆうやさん、新しいクマちゃんのタワー10連、しかもすごい豪華で可愛かった。めちゃめちゃこの子初めて見たから何気にすごい嬉しかった、ありがとう。皆さんも、え、お話ちょっとゆっくりお話できたのが嬉しかったです。みんなと話せるのやっぱり楽しい。配信ありがとうございました。本当に見てくれてありがとう。この枠はあと2分8秒だね、
まだあと2分話せます。ズーデスさんもありがとう。6分の枠する？予備公演。確かにぴったりだね。面白い。また4層。じゃあまた待ってて。ウポさんもコビゾスさんもバリーさんもありがとう。またやんさんもありがとうございます。6分だったら1曲だから疲れない説あるよ。あ、星投げ頑張ってください。あと1分30秒です。次は8時43分から6分枠なので、皆さんやっちゃいましょう。夏だからやっちゃおう。わあ、バリーさんレインボースターありがとう。全枠来るの目標。お、シーメンさん星一周50カウントありがとう。渡辺さんレインボースターありがとう。星投げ頑張ってね。次の枠も楽しみ。みんなとお話楽しいです。ポーさんありがとう。投げといたよ星ありがとう。次の枠までとりあえずお部屋ちょっと荒れてきたから片付けて、洗濯物を入れたから畳んで、洗い物がちょっと残ってるからやって、時間が余ったらちょっと水回りをお掃除しようかな。ちょっとみんなもちょっと、えらいことしよう。ホーさん、渡辺さん、バリーさん、ちょっといいかもしれない。こうやって時間を有効に使うのはありですね。船尾さん、ココナッツジュースありがとう。あー楽しい、いいね。ちょっと朝さ雨降ってたんだよ。だから洗濯物入れて、あらぶるりこち、あらぶっちゃうよ。あと20秒17秒、ありがとう。洗濯物もしようかな。でもなんか昼に雨が降る予報もあるけど、ナイスタイムマネジメント、嬉しい。頑張ろう。次は8時43分で会いましょう。またね。